すごいフラッシュ、はい、すごいフラッシュで、おーすごいありがとうございます。せいやさんすごいありがとうございます。勢いそのままにアクリル板からちょっと出ているところあ、褒められんのかなと思ったら注意でした。すいません、ちょっとお下がりください。優しい顔で注意されました。お下がりください。あ、興奮しちゃいましてまずはお一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。はい、初めにですね、トムとジェリーと力を合わせて最高のウェディングパーティーを成功させる新人ホテルスタッフケイラを演じられました水瀬いのりさん、お願いいたします。はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。ケイラの吹き替えを担当しました水瀬いのりです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きまして、世界が注目するウェディングパーティーの新郎ベンを演じられました日野聡さん、お願いします。はい、新婦プリータをこよなく愛する誠実かつちょっと抜けてる新郎ベンをやらせていただきました日野です。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。さあ続きまして、本作の応援団ゲスト声優の皆様です。はじめにですね、この映画でトム・ジェリーが初めての喧嘩を繰り広げる公園にいる女性と、世紀のウェディングの開幕を告げるハト DJ を演じられました飯豊まりえさん、お願いします。はい、おはようございます。ハトの役は初めて演じました飯豊まりえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きましては、トムとジェリーではおなじみトムの頭の中の天使を演じられました霜降り明星せいやさん、お願いします。はい、お願いします。天使をやりました、霜降り明星のトム、せいやです。いやジェリーやろお前。お願いします。いやどっちかって言ったらジェリーやろ。吉本興業のトムです。お願いします。俺やろトムお前ジェリーや。いやいや、バランスどう見てもトムとジェリーなんで。めちゃくちゃジェリーやで。お願いします。トムで行かしてくださいなんで。よろしくお願いいたします。お願いします。さあでは最後にですね、トムの頭の中の悪魔を演じられました、霜降り明星、はい、粗品さん、お願いします。粗品です。収録の当日まで天使役悪魔役決まってなかったんですが、監督が現場で顔を見て、じゃあ粗品さん悪魔役でって言われました。よろしくお願いします。粗品です。人相で決められた。お願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃ嫌やなさあそれではいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はいはい、なおスチールの皆様はですね、ここからはフラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきたいと思います。すごいな、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ではまずは水瀬さんと日野さんに伺いたいと思いますが、はい、トムとジェリーが実写の中で大活躍しているという本作ですが、アフレコに参加されてみて水瀬さんいかがでしたでしょうか。はい、私自身こういった実写の吹き替え映画というのがあまりそんなに数が多くないということもあって、今回ケイラがトムとジェリーと、まあ、本編の中ですごく、たくさん喋るんですけども、そのセリフの量に最初は台本をいただいてもう驚愕して、これは撮り終えることができるんだろうかと不安でした。でアフレコも一人での収録ではあったんですけども、約10時間アフレコさせていただいて、皆さんと一緒にこう一日を共にしながら、はい、収録に臨んで、本編仕上がりも含めてこうケイラと一緒に頑張れたなというのがすごく感慨深い思いです。ありがとうございます。続いて日野さん、いかがでしたでしょうか。はい、そうですね、世界中でも愛され、そして自分も幼少期から、慣れ親しんでいるこのトムとジェリーの世界観に、声の出演をさせていただけて非常に光栄でした。収録も、まあ、こういうご時世ですし、別々で撮っているんですけれども、完成の方も非常に素敵な出来栄えとなっており、本当参加できて嬉しかったです。光栄でした。ありがとうございます。さあ続いて飯豊さんとせいやさん、粗品さんは今回ゲスト声優を務められたと思いますが、周りの方からの反響をぜひ伺いたいと思います。飯豊さんいかがでしたか。私は友人に鳩が好きな人がいて、はい、喜んでました。鳩で刺した。鳩 DJ 役、鳩 DJ 役いいなって言われました。はい、羨ましがられた。鳩からトムとジェリーじゃなくて珍しいな。もちろんトムとジェリーも大好きですけど、それで鳩なんだって言ってすごい喜んでました。素敵ですね。粗品さんいかがでしょうか。いや本当にたくさんの方からもうすごいことなので、トムとジェリーのゲスト声優、すげえなとか言われて、いろんな連絡も来まして、はい、一番震えたのはそうですね、僕にお金を貸している方から、
霜降り明星トムとジェリー声優決定っていう記事の写真が送られてきて、一言これでもいけるよなっていうのが来まして、あバレた、震えましたそうか、はい、分かってるなということ、お返しします、はい、もうバレた、バレた、絶対に返さない。せいやさんいかがでしたでしょうか、皆さんの反響。いやいや、もうそれはもちろんあのすごい、あのみんなにトムとジェリーあんのって言われたし、うん、今まあ、あの家でたまに後輩を一人ぐらい呼んで飲むことあるんですけど、もう正直あのトムとジェリーのその声優台本、はいはいはい、ソファーのすぐ分かるとこに置いてて、やらしいなお前、なんすかこれっていうのが毎回楽しい、やらしい、やらしい、あー中身見せられへんねんっていう、中身見せられへん、あごめんごめんごめんっていう、危ないところに置くな、はい、お前、後輩には一応トムとジェリー二役やったって言って、なんでやねん、セリフないであんま、違った情報が、あやっぱ後輩が台本ちょっとなんすかこれは楽しみ、確かにな、すごいで、今もうずっと家に置いてます、わあ素晴らしい、記念にもずっと置いてますから、はい、やっぱりたくさんの反響があったということなんですが、うん、また皆さんはですね本作を一足先にご覧になっているということ で本作をご覧になった感想とともにですね、ここは注目してほしいというシーンをお聞きしたいと思います、水瀬さんいかがでしょうか。はい、やっぱりこの実写パートとアニメーションっていう、その動物たちはアニメーションっていうのがこうどんな風にあのマッチするのかっていうのをぜひ楽しみにしていただきたいのと、あとはあのトムとジェリー、そしてケイラがこう3人でこうわちゃわちゃするシーンがあるんですけど、その時のこの2匹のなんだろう、手の抜かないガチ喧嘩というか、そこまでやるのっていう、この高級ホテルの中でっていう、その、シーンはすごく注目ポイントだなと思います。ありがとうございます、はい、続いて日野さんいかがでしょうか。はい、私演じさせていただいているベンはですね、まあ、先ほどちょっと抜けてる部分もあると、お伝えしたんですけれども、結構親父ギャグでしたり、そうですね、はい、ダジャレとか、そうなんです、ところどころダジャレとかも言っているので、ぜひそういったところでクスッとまた笑えるポイントでもあるので、パーティーのシーンとかも特に注目して見ていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。続いて飯豊さんいかがですか。はい、いや好きなところ、でもやっぱラストにかけてがもうすごいことになってますし、ラストスパート、トムとジェリーが協力したらこんなに盛り上がるんだとか、こんなことになるんだっていうテンションが上がるところがいっぱいあって、個人的にはあのパーティーをちょっと追い、なんかのホテルを追い出されそうになって、はいはい、トムとジェリーがこう目をうるうるさせて、ケイラにの追い出さないでっていうところの顔の表情がすごい好きです、はいはい、ね、はい、屋上でね、可愛いよね、可愛いです、また注目していただきたいですね、はい、さあ続いて粗品さんいかがでしょうか、はい、あのホテルの料理長がジェリーが出た言うて焦るシーン、これね、あれ大好きです、飲食店あるあるなんですよ。あ、そうなんや、この実家焼肉やから、そうなんです、分かる、あれ多分ミシュランのなんか方がいつ来てもおかしないみたいな時に、うん、ジェリー大丈夫かみたいな、そうそうそう、これあるんですよ、僕も実家焼肉屋で働いてて、なんか大切なお客様来る時できるだけ粗相ないようにみたいな、先輩の学天則の奥田さんっていう人が、先輩ね、肉食いに来る時があったんですけども、結構いつもよりテーブル磨いたりで、いいお肉ちょっと出したりして完璧に接客したんですけど、あの会計の時に奥田さんが、あちょっと待って財布ないって言って、はい、あのカバン置き引きされまして、はい、最悪でした。何の話やねん。いや置き引きされちゃう、お前トムとジェリーの魅力語れ。いやだからね、誰が奥田さん置き引きされた話で、いやし一枚もカメラ撮ってない今。いやケイラが置き引きされるかもしれないんで、あれね料理長すごい。いやいやお前、いや心わかるなとか見習えや。置き引きされましたから。いや路上に面してるんですけど。じゃいないな。ここぞっていう時に。いやいや、まあでも粗品の店はジェリーちゃんといますんで。なんでやねん。ビビンバジェリーが混ぜますから。ボケー。誰がビビンバジェリーが混ぜんねん。それはそれで行きたくなりますが、せいやさんはいかがでしょうか。いやでもね、もうかぶりましたけど、僕もやっぱあのジャッキーですか、料理長、あの俳優の方の名前なんでしょ、ケンちゃん、あ、そうケンちゃん、あの方の、はい、もうコメディ映画に出る時のあの感じ、わかります、やっぱ笑っちゃう、今回あのね出ただけでちょっと笑う、絶対面白いじゃんって思いますよね、やっぱね、こうアニメーションも思うんですけど、実写のあのね、ぜひ注目してほしい、ケーキをね、パーティーでちょっとそこい、あのジャッキーがぶった切るシーンあるんですけど、俺ほんま立ち上がって笑いました、
ほんまにあれ面白い。あれ面白いですね。爆笑あれほんまに。あんな言うてたのにな。焦ってあれおもろいっすね。面白いですね。ちょっと料理長ジャッキーのね気候には注目してほしいですね。あれ笑った。ぜひ皆さんの注目ポイントもね皆さんじっくりとご覧いただきたいなと思いますが、ということで、あのいろんな注目シーンのお話が出ましたけれども、この作品をですねどんな方に、それからどんな方と見に行きたいかなっていうお話も伺いたいと思います。水瀬さんいかがでしょうか。はい、難しいですね。でもあの私も本編を見させていただいた時に、うん、あの改めてこのホテルスタッフの方のお仕事の大変さというのが、あの私自身がバイトをした経験がなくって、あの14歳にちょっとデビューさせていただいたんですけど、はい、なのでこう働くことのこう大切さと難しさ、そしてあの、まあ、ホテルっていうこともあるので誠意だったりとか、そういったこう気持ちもあの大事なお仕事なんだっていうのを、ケイラを通してちょっと私もこうホテルスタッフになったような気分でお芝居をさせていただいたので、そのお客様のために頑張るっていう、そのなんだろう、モットーというか、そういったものをこうなんだ将来の夢になんかつながるような、若いこう世代の方とかお子さんとかが見たら、こうトムとジェリーかわいいプラス、あ、なんかホテルのお仕事すごいなみたいな、こう尊敬の気持ちもこの映画から受け取ってもらえるんじゃないかなというふうに思いました。すごい、ありがとうございます。はい、続いて日野さんいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、トムとジェリーにちなんで、喧嘩し合ってる人が見に行っても面白いのかななんてちょっと思ったりもしたんですけど。なるほど。行くまでがまあ大変だと思うんですけど。そうですね。見終わった。そうかです。エレベーターきついですよ。そうですよね。エレベーター行くまでがちょっと大変だと思うんですけど、見終わった後はきっとすごい、はい、確かに友情が芽生えてたりもするのかななんて。確かにね。素敵ですね。飯豊さんいかがでしょうか。ちょっと待って、もうどうしよう、もうないですね。素敵なことをたくさん言ってください。いやいや、まだ結構あるやろ。待って、どうしようかな。じゃまだ結構あるって。でも一緒でもいいんじゃないですか。仲良くなりたい人と見に行く、その件、そうですね。確かに確かに。これからまだこうお互いのことを知れていなくても、もうこの映画はもうどんな方にも楽しんでいただけると思うので、こうトムとジェリー見に行かないみたいな感じで、こうきっかけとしてなんか一緒に映画を見に行っていただきたいなと思います。ありがとうございます。メッセージあるからね。続いて粗品さんいかがでしょうか。はい、いや、まあ、ぜひ家族で見ていただきたいですね。このトムとジェリーが抑えてるこの対象年齢の幅っていうんですか、めちゃくちゃ広いじゃないですか。どうですか、3代で見に行く、2世帯で、おじいちゃん、いいです、お父さん、息子とか、いいね、で行っても楽しめる映画やなと思うんで、確かに、ぜひ家族の会話のきっかけとかにもなると思うんで、見に行ってほしいですね。ありがとうございます。はい、さあ、そしてせいやさん。そうですね、いや、僕も一緒で、やっぱ何ですか、ちょっと久しぶりにこの人とちょっとなんかちょっとした揉め事で、なんかあんま連絡取れてない人と行きたいですね。僕、後輩に、あの佐川ピン芸人っているんですけど、あの佐川ピン芸人っていう後輩と3、4年前ずっと仲良かったんですけど、ほんまに些細な佐川ピン芸人、あの餃子の王将か大阪王将行くかでもう大喧嘩したんです。どうでもええわ。それでほんまに誰やねん。でほんまに2、3年口聞かへんかったから、そこでマジでトムとジェリー、本家ぐらい揉めんでええねん。いや、ほんまに、いや、そうなんですよ。だから誰やねん佐川ピン芸人って。いや、仲ええけど俺ら、あんなにね、家泊まって、知らん うどんとか作り合ったり、うどんこのレシピあるねとか、そんな2人がこれ見てたらいいですね。連絡来たらいいですね。大阪王将か、そう、なんかそういうきっかけにもあるけど、うん、なるんで。なるほど、友達同士で、うん、友達で、友達同士で、そっか、人と人とのね、また距離を近づけてくれる、心の距離を近づけてくれる、そういう作品かもしれませんね。ということで、皆さんに素敵なお話をいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてなんですが、今日はですね、さらにもうお一方、あら、素敵なゲストの方にお越しいただいております。まだいる。ちょっとここで準備に移らせていただきたいと思います。はい、これはビッグゲスト。そうなんですよ、素敵なゲストということで、はい、とても楽しみで、佐川ピン芸人かな。ここでですか。もしかしたら前振りだったんですね。本人登場。全く盛り上がらないです。そうか、ざわざわ。 R1 準々決勝とかの芸人ですか。まあね、じゃあまたお会いできることも楽しみにしたいと思いますが、はい、さあ、それではお呼びしたいと思います。本作の日本語吹き替え版主題歌を担当されましたシンガーソングライターのエイトさんです。どうぞステージにお越しください。
い。エイトさん。いやすごいスター。エイトさんや。お願いします。エイトさん。よろしくお願いします。さあそれではご挨拶をエイトさんお願いいたします。はい、エイトです。今回は、日本語吹き替え版をさせてもらいました。ざっくり説明いただいてありがとうございます。いや、みんながもう知ってる情報だけやった、はい、そうなんです。日本語吹き替え版の主題歌を担当してくださいました、はい、ということで、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。エイトさん、お願いします。早速いろいろとお話を伺っていきたいなと思いますが、うん、まずは本作の主題歌のオファーが来た時っていうのはどんなお気持ちでしたでしょうか。はい、トムとジェリーはやっぱ知ってたので、はい、びっくりしました。わー、そうですよね、やっぱりそうでしたか。うん、でタイトルは、はい、ピースオブケークということなんですが、はい、これはどういう気持ちを込めて作られたんですか。これはなんだろうな、はい、ピースオブケークはケーキのワンピース、はい、なんかその、うん、これくらいだったら、うん、全部あげてもいいよみたいな、そんな大きいことはできないけど、ははは、ワンピースぐらいだったらあげるよ、みたいな。やっぱりね、そういうやっぱりね、分かってた。やっぱそういう感じですよね。もう歌嘘つけよ、お前。一ピースだけあげれるけど、他もうあげたいけど、まあ一ピースぐらいなら、この謙虚なちょっと歌というか。エイトさんより喋んな。はいはいはい、俺は映画館でちょうど思いました。黙っとけよ。エイトさんの声完璧。エイトさん。ありがとうございます。でもエイトさん、あのワンピースのその一つのピースっていう意味と、あと平和を意味するピース、はい、あの意味も同意義語で。僕よくピースするので、うん、そのピース、あ、このピースと、またあの、あるご友人のことを思い浮かべながら、そうや、はい、書かれたと伺いました。そうです。そうなんですか。はい、あのそれは、まあ、いつもいたずらする友達とか、なんか、まあ、いつも喧嘩をするんですけど、ぴったりじゃないですか。そうです。でもなんか寝てたら布団をかけちゃうみたいな、あ、優しい、ムカついたけどなみたいな、優しい、いい関係ですね。そういうご友人がじゃあ実際にいらっしゃって、その方のことを思い浮かべながら、はい、わあ、そうなんですね。またいろんな挑戦もされているこのピースオブケークなんですけれども、実はですね、今日はここで初披露してくださるんです。生演奏ですよ。すごい披露すげえ。エイトさん、今のお気持ちはいかがですか。そうですね、大きいんで気持ちよさそうです。あ、会場がね、会場が、ね、はい、このホールに声を響かせていただきたいと思います、はい、そして皆さんも楽しみに、一緒に楽しみ、はい、しお楽しみいただきたいと思います、はい、さあそれではエイトさんご準備をいただきます、はい、そして他のゲストの皆様も一旦ご講談いただきます、はい、それではお願いいたします。ありがとうございます。楽しみ。ありがとうございます。いや、素敵な曲のご披露どうもありがとうございました。あ、最後8ピースするの忘れちゃいました。そうですか。やってたのに後ろ。じゃあ、はい、他の機会に楽しみにしたい、はい、ちなみに8ピースちょっとご指導を、これをあの、はい、ピースをして、はい、8を書く、8を書く、あ、8ですからね、はい、はい、8ピース、 ありがとうございます、はい、いいですね、これを覚えておけば、はい、ありがとうございます。そしてはい、はい、ということで、はい、準備が整いました。それでは皆様改めてステージにお越しください。エイトさんにもお並びいただきます。ありがとうございます。いやー、すごかったですね。いやー、よかった。聞いてましたよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お越しいただきました。8ピース、8ピース、8ピース、お越しいただきました。でも本当に初披露の主題歌ということですけれども、はい、こんな近くで聴ける機会ないと思いますので、感想を伺いたいと思います。飯豊さん、いかがでしたでしょうか。はい、いや、もう本当に歌詞もすごく素敵で、なんか優しさが溢れてる、人柄が出てるなと思って、ね、すごい素敵でした。粗品さん、いかがでしたか。いやいやいや、思い出しますね。作品を見た後にこうして聞くと、なんかこうあったかくなるような、そんな歌でした。すごい、すごかったです。ありがとうございます。続いてせいやさん、いかがでしたでしょう。そうです、いや、もうやっぱり、まあ、当たり前ですけど、すごい歌、トムとジェリーにぴったりやし、で、うん、8ピース忘れてましたけど、僕はあのやっときましたんで、なんでお前がやってんの。8さんの分まで3倍ぐらいやっときましたんで、24、大丈夫です。ありがとうございます。いらんで、やってきました。ありがとうございます。お前の8ピースいらんかな。セイヤピース、セイヤピースやな。8さん、8さんも本作もちろんご覧になってるかと思いますが、はい、見どころなどもぜひお聞かせいただけますか。そうですね、見どころはあのチーズが匂いがすごくて、
ジェリーが、はい、あの匂いをね追っかけて飛ぶところがやっぱ俺はどうしても好きです。なんでそこやねん。独特やな。チーズうまそうやけど。確かにね。いい線失っていきますからね。ありがとうございます。そこやねん。独特やな。エイトさん初披露された今のお気持ちはいかがでしょうか。あ、もう楽しかったです。はい。ありがとうございます。さあということでいろんなお話を伺いましたが、続いてですがプレミアムイベントということで日本のファンの皆様へキャストの方々からメッセージが届いております。ですから大きなスクリーン見やすい位置に皆様にもご移動いただきたいと思います。はい、一緒にご覧いただきたいと思います。すね、さあそれではご移動いただきます。大きなスクリーンを一緒にご覧いただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。すごい。これは映画館ですか。このイベントのためだけに作られた建物ってことですか。そういうことになりますね。どうでもええわ。そういうことになりますね。どうでもええな。合間のトーク。普段は映画館。あ、普段ホールです。合間のトーク。どうでもええな。なるほど。立派なスクリーンがありますので、ありがとうございます。はい、さあ、それではお願いします。Hello Japan。 すごいすごい。あ、すごい。あ、ジャッキーや。すごい。ジャッキー。ケンチョンさん。すごい。テンポえぐいな。テンポすごいよ。もっとゆっくり見て。早っ。早っ。メッセージでございました。のぞみみたいなスピードでしたね。さあそれでは皆様どうぞ中央にお戻り。早っ。早いて。ちょっと。一度見たいっていう。光ぐらいでお願いします。何今の。いやー、もう一回見たい。素晴らしいスピードでメッセージをいただいたということ。素晴らしいスピードですごかったですね。勢いがありました。ということでキャストの皆様から素敵なコメントをいただきましたが、じゃあ水瀬さんからぜひぜひ感想をいただきたいと思います。いや、実際に吹き替えを担当させていただいたクロエちゃん の、はい、動く姿というか、その演じていない姿、私服であったりとか、そういう姿が見られたのがすごく嬉しくて、ちょっとクロエさんに私のことがね、こう届いてるかはあれなんですけど、すごい個人的にはやっぱりこうクロエさんからこう日本版のこう声として吹き替えをさせていただいたので、そういう意味でもなんかちょっとこう絆を感じる、すごい早かったので、もう一回後で、そうですよね、叶うならばもう一度早かったのかよ。ちょっとゆっくり目に再生してほしいですね。あれに6人コメントするの今からということで、じゃあ続いて日野さんいかがでしょうか。はい、そうですね、このトムとジェリーという作品を通して本国の皆様と、我々吹き替えチームがつながっているんだなという、絆の強さを非常に感じましたね。確かに、はい、ないですもんね。そうですね。さあそしてケンチョンさんからエイトさんって言ってた。お名前も上がりました。嬉しかったです。エイトさんいかがでしたか、メッセージ。もう僕が映画で見てた人が名前を言ってくれて最高です。はい、よかったです。感動がしっかり伝わってきました。素晴らしい笑顔で、ということで感想を伺ったんですけれども、今回はですね、声でのゲスト出演で本作に関わられました、お三方にも伺いたいと思います。はい、もし実際に、トムとジェリーの映画に出演のオファーが来たら、どんな役をやってみたいかというのを飯豊さん、粗品さん、せいやさんに伺いたいと思います。いや、もう本当通りすがりの A とかでも全然いいので出たいです。実写でってことですよね。はい、そうなんです。あ、実写。あ、これをやるとかではなくてですか。あ、もうこちらの中で、もし入っていただくとしたら、やっぱちょっとケイラやりたいです。おー、主人公や。いや、せっかくならでもなんかそう、トムとジェリーと触れ合えるじゃないですか。まあね、いや、ケイラ結構大変そうやったけど、だって CG の世界でもあれちゃんと喧嘩を止めたりするわけでしょ。確かにね、かなり難しいよね。そうですよね。でもやってみたいです。ケイラ、ありがとうございます。粗品さんいかがでしょうか。いや、そうですね、出てないキャラクターでもいいんですか。はい、粗品役で出たいですね。いらんやろ。いやいやいや、どういう役で。いらん。ずっとワイプで。ワイプで、僕が結局仲良し。いやいや、いらない。突っ込むような。一気にバラエティー感出るから。いやいや、やりすぎとか。いや、いらない、いらない。ずっとワイプで見ていた。いやいやいや、アメリカと契約打ち切られるから。なんだこの日本人は。個人的に見たいです。ありがとうございます。すごい
見たいですか？なんかね、あのパッケージの特典とか、あ、いいですね。副音声でずっと突っ込むみたいな。なんでファン二人おんねん、これに。おかしいでしょ。困してくださいよ。まさかの、せいやさんいかがでしょうか？そうですね、まあやっぱりあのケイラの弟せいやとして、ケイラせいやでちょっとね、ゴールデンカップタッグ組みたいですね。何すんねんお前。ケイラせいやで、いや発音。さっきのね、メッセージも早かったですけど、ほとんど僕のこと言ってくれてたんでさ。違う、お前のこと言ってないよ。あ、こんな言われんねやって、ちょっとお前のこと知らんよ。いやほんまになんでっていう、僕のウィキペディア見ましたよね多分。そんなお前のこと言ってた。高校時代の話とかしてたんで僕ね。ウィキペディアの情報、あの中にちょっと仕事したいと思います、みんなと。何がやる、はい、ファミリーですもん。いや、ファミリーちゃうよ。いや本当に楽しみですね、その作品も、ね、ありがとうございます。さあでは続いてなんですが、本作のテーマの一つにですね、命がけで喧嘩してきたトムとジェリーが命がけで一緒に最高のウェディングパーティーを披露するということがありますよね、うん、で皆様にはこのテーマにちなみまして、事前に仲間と一緒に成し遂げたことですとか、もののお写真をご用意いただきましたので、ここでご紹介をしたいと思います。めっちゃ見たい。はい、さあそれではまずはエイトさんのお写真です。写真どうぞ。あ、これちょっと命がけとは違いますけど。何これ、何ですかこれ。これはあのテント、あの家に引っ越したんですけど最近、はい、そのテントを友達と一緒に組み立てました。へえ、お家のこれじゃあベランダか屋上。そうです、あのベランダで、はい、日隠しで、うん、あなるほど、結構これがめんどくさかったです。へえ、この説明書をご覧になってるのがエイトさん。あ、これは友達です。あ、お友達ですか。友達ですか。一緒に歌を歌っている友達で。へー、一緒にこうやって作って、はい、どれぐらいで完成したんですか。まあ、40分くらいで。あ、意外と早いです、ね、でも、まあ、あの風が強かったんで大変な中、あの折れちゃいました。え、あら、今も折れてます。今も折れてます。もう折れたんですか。折れちゃってます。まあでも思い出はねしっかり残りますからね。すごいな。 ありがとうございます。さあ続いてはですね、水瀬さんと日野さんのお写真でございます。前方のモニターにも出ますのでね、こちらもご覧ください。さあこちらどうぞ。あ、ということで、あ、すげえ。あ、ちょ、順番に日野さん、こちらは。日野さん、はい、私トムとジェリーの台本を取ってきました、うん、はいはいはい。まさになんか今日この場、皆様にこうやってマスコミ様を通してお届けできるという形で、こうやって公開できるというのも、本当スタッフそして我々キャスト皆様の力を合わせてできたことだなと思うので、はい、このトムとジェリーの台本を撮らせていただきました。あ、いいですね。見ていい写真なんや。正解や、最高の写真じゃないですか。いい写真。ちょっと俺のさっきの台本のトークやばないですか。この台本の使い方こんな差出ます。お前家のソファに置いてんの。後輩に見せびらかして全く日野さん完璧じゃないですか。全然違いました。台本でこんな差出ます。素敵ですね。すごいな。そして水瀬さんが、はい、私はその声のお仕事の他にアーティスト活動もやらせていただいているんですけども、うん、やっぱりコロナウイルスの影響でツアーがなくなってしまって、でもそれがあったからこそミュージックビデオを作る予定ではなかった楽曲のミュージックビデオの制作に、はい、移れたんですけど、その際にファンの皆さんから写真を募集して、それがこう背景に、それを背景に歌を歌うっていう、こう離れていてもつながっているよっていうことを改めてこういった時だからこそ感じられたっていうのもあって、すごいこう全国いろんなところで、海外の方もそうなんですけど、応援してくれる皆さんを背に歌えたこの瞬間がこうならではで、こう絆を感じました。確かに、はい、いい写真ですね。これは絆ですね、はい、ありがとうございます。さあでは最後はですね、飯豊さん、それから霜降り明星さんのお写真を見せていただきたいと思います。はい、こちら飯豊ちゃんどんなんやろ、うん、あら、おお、これ、え、イートさん、これは、私実はエイトさんの、MV に、出させていただいたんですよ。その時の、その時、はい、はい、それが去年だったんですけど、はい、で今年になってそのトムとジェリーで、はい、こんなにも早く、はい、もう再会できるんだってすごく嬉しかったんです。ほんまや、はい、一緒にこう
お芝居をさせていただいて、すごく楽しかった思い出です。これはこの二人歌ってる横でさっきのテント立ててるんじゃないですか。同じ日じゃないですか。ベランダ全く一緒でしょこれ。似てますね。風強ないやろ。風強ないんか。風強ないか。違う日です。違う日か。でも本当に素敵なお写真ですね。二人でこうにっこりと運命や運命。笑顔でいらっしゃいますね。ありがとうございます。さあそして霜降り明星のお二人が、はい、これは M1 グランプリそうですね。この大会で優勝した時の写真なんですけど、いやもうまさに仲間と命がけで頑張ったっていうのはこれよなやっぱ。まあそうですね。もう本当に M1 やっぱ優勝でかかったんで二人で。そうですよ。もうほんまにまあ粗品がねやっぱこう泣いちゃうんですよね M1 当日も。もういやいや。もうあのてってるれってってって上がるとこで、もうせいやちょっとやっぱり俺無理かもって言い出して激ヘボやん俺。いや俺泣かへんで。そこをほんまもうこんなんなってたんで。足折れすぎやろ。いやお前なとてたにお前は手をこうやれと。足今お前これどういうことやねん。誰がやねん。ツッコミでこうやるんですけど。誰がやねん。だからこういう支え僕が支えた。いや僕が支えてます。優勝して僕のおかげで優勝してきました。まあ本当にこの持ちつ持たれつですけど、ほんま持ちつ持ちつなんで。持ちつ持ちつ。霜降り明星。そんなパワーバランスちゃうで。ほんまそうなんです。いや僕ですよ。こんなん言ってますけど僕が支えてますから。実際は粗品さんが支えていらっしゃる。うわでもやっぱりこの写真見るとグッとくるものがありますか。とかいう言い合いしててもやっぱ仲いいんですよね。うわいらんな。いらん。これがトムとジェリー。全然湧いてへんけど。めちゃくちゃ滑ってるけど二人より。ちょっと拍手が。3人ぐらいか。いや必死な関係者が拍手してるだけ。別にそんな空気なってないから。書いてるかボタン押してるかなんで。いいそう。反応はないです。ならんよここは。そうか。何もお忙しいからということで皆さんに大切なお写真をご披露いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあそれではこれよりですねフォトセッションのお時間とさせていただきます。皆様には一度ご講談をいただいて、はい、準備に入らせていただきます。それではご準備をお願いいたします。お願いします。